シンガサリ王国、シンガサリ王国、シンガサリ王国、もしくはシンガサリ朝は、1222年に、ケンアンロク、ラージャサによって、クディリ王国、クディリ朝を倒して建国され、1292年に、クーデリ王家の末裔と考えられるジャヤカトワンによって、滅ぼされるまで、ジャワ東部を本拠に栄えた、インドネシアの王朝。ラージャサ王朝とも呼ばれることもある。 シンガサリー王国の歴史については、マジャパヒト王国の宮廷詩人プラパンチャによって1365年に完成された地理書であり歴史書である、デイシャワルナナと16世紀初頭に編纂されたと推定され中期ジャワン語による変年体の歴史書、パララトンを中心に、中国の詩書や他の時代に比べてわずかであるが、プラサスキと呼ばれる石碑の国文から辿ることができる。 原告者権、安禄は、パララトンの伝記によると、農夫の娘から、しわがの息子ないし、化身として生まれ、誕生時には、その体からは、光が放たれていたという。県安禄は、若い頃は、放浪、略奪、盗賊行為を繰り返す国家のお尋ね者であったが、神々の庇護を受けているかのように捕まったためしが、なかった。やがて、彼は、 僧侶団比安ガが上の養主となり、その助力によって、カウイさんの東部クターラジャ、トゥマペルの領主トゥングルアメトゥンに仕えることになったが、ここで領主にとって変わろうと、密かな野心を抱くようになる。そして、投稿ムブガントリンに、クリス、インドネシア式の剣を作るように命じた。しかし、ムブガントリンは、納品日までに、クリスを完成できなかった。剣案録は、 自分の野心を邪魔されたと考え、この投稿を未完成のクリスで視察した。ムブガントリンは死の間際に呪いをかけ、このクリスによって、ケンアンドクとその子孫七代にわたって差し殺されることになると言い残して死んだ。さて、ケンアンドクの友人、クボイジョは普段のクリスが気に入ってしまい、ケンアンドクからクリスを借りることに快諾を得ると、大喜びでいつもそのクリスを身につけていた。 そのため、誰もがクリスの持ち主をクボイジョであると思い込むようになった。その間、ケンアンドクはトゥングルアメトゥン暗殺の機会を狙っていたのである。ある日、ケンアンドクは熟睡しているクボイジョからクリスを密かに奪うと、直ちにトゥングルアメトゥンの寝室に入って、これを殺害し、そのそばに意にクリスを置いて立ち去った。翌朝、トゥングルアメトゥンの一族は大騒ぎになり、 トゥングル・アメトゥン殺害の犯人として、クボイジョは死刑になった。ケンアンロクはトゥマペルの領主になり、トゥングル・アメトゥンの未亡人権テデスと結婚した。今度は、ケンアンロクは、クデリ王国を倒す機会をじっと待つようになった。1222年、クデリ王国では、王と僧侶たちが対立するようになった。クルタジャや王の指導力や行動に不満を抱いた、多くの僧侶たちは、 トゥマペルに身を寄せるようになっていった。ケンアンロクが僧侶たちを受け入れているのを知った、クディリオクルタジャヤは、トーバーツ軍を率いて、トゥマペルに攻め入ろうと試みた。クディリ軍とトゥマペル軍は、ガンペル村で激突した。鍛え上げられ、万を持たして、機会をうかがっていたトゥマペル軍は、クディリ軍を打ち破って、これを滅ぼし、クディリ領を並行して、シンガサリ王国が成立した。 シンガサリ王となったケンアンロクは、損傷王シュリー・ランガ・ラージャササン・アムルワブ・ミトシ、以後ラージャサ王、暗い1222年から1227年の名で呼ばれる。ラージャサ王は、ダプルと呼ばれる地方行政単位を整備した。彼の知性は、平穏であったと歴史書に記されている。ところで、ラージャサには、ケンテデスから生まれたアヌサパティ、パララトンでの名前。 デイシャワルナナでは、アヌーシャナータ、マヒサウォンガテレン、テレクト、アイジンウマンから生まれたトウジャヤという三人の息子が、いた。実は、アヌッサパティは、ケンテデスの体内にいた、トゥングルアメトゥンの忘れがたみであった。幼児から、ラージャサの自分に対する態度と弟たちに対する態度の差に不満を感じていたアヌサパイは、成人してから、本当のことを語りたがらない母から、 ついに自分の出生の秘密を聞き出し、ジップノアだと言うべきラージャサ暗殺の機会を狙うようになる。1227年、四角パティルにラージャサを暗殺させた。その際に使われたのは、ムブガントリンが鋳造した九段のクリスであった。そして、パティル自身も暗殺の証拠隠滅のために殺害された。こうしてアヌサパティは、王となった。 暗い1227年から1248年、ラージャサの墓は、シンガサリの南方、カグヌンガン寺院に葬られたとされるが現在その、正確な場所は、はっきりしていない。アヌッサパティは、20年近い知性があったが、生涯を無事に全うすることはできなかった。七ラージャサ王がアヌッサパティによって殺害されたことを、知っていた、愛人圏ウマンノトウジャヤは、 父の遺恨を晴らすための機会をずっと伺っていたので、ある。アヌサパティの統計好きを知っていたトウジャヤは、統計見物に、アヌサパティを誘い、統計に夢中になっているアヌサパティを、ムブガントリンのクリスで殺害した。アヌサパティは、現在のマラン市の南東にあるジャンディキダルに葬られた。ところが、トジャヤは、王位についたものの、暗い百四十八年、アヌサパティのコランガウニと、 ラージャサオートケンテデスの孫にあたるマヒサちゃんバカに王位を奪われないか常に不安であった。そのため、この二人をルンブアンパルに殺させようとしたが危険を察した二人は友人の家に逃げ込んで隠れたためルンブアンパルは任務を果たすことができなかった。そのため、当ジャヤはルンブアンパルがランガウニたちに内通しているとの疑いを抱いた。居場所がないルンブアンパルは 本当にランガウニたちのもとに走った。当時、首都シンガサリの住民は、ラージャサ集団とシヌリル集団に分かれて反目していた。ルンブ・アンパルは、この二集団を挑発し、そのためこの二集団は相争うようになった。トウジャヤは、この争いをやめさせようと両集団の指導者を殺すように命じたところ、かえって二集団は王に対して深い憎悪を抱くようになった。ルンブ・アンパルは、 領集団を先導して、東ャ屋に反乱を起こさせ、ランガウニも父の恨みを晴らすために、東ャ屋を攻めたので、東ャ屋は敗北して、重傷を負い、その傷がもとで間もなく死んだ。東ャ屋の治世はわずか数ヶ月であった。ランガウニは即位して、新んがさりとなり、損傷は、シュリージャやビシュヌワルダナと呼ばれた。すなわちブシュヌワルダナ王。 暗い1248年から1268年である。ブシュヌ・ワルダナは、いとこのマヒサちゃんバカと共同して、統治を行った。マヒサちゃんバカには、ナラシンガムルティの損傷が贈られ、王位を脅かす危険を消滅させる交換と、考えらるラトゥアンガバヤという簡位についた。またビシュヌ・ワルダナは、プランタス川の交通を支配し、プランタス川上中流域とマドゥラ海を結ぶ。 重要な拠点であるチャングロルに城塞を築いた。これは、マジャパヒト時代に重要な港の一つとなった。ビシュヌワルダナは、息子のクルタナガラを1254年に複合と言うべきユバラジャの地位につけた。研究者によっては、これをクルタナガラの知性の開始と考える者も,もいる。1268年、ビシュヌワルダナが死去すると、その意外は、ワレリ・ウェレリに作られた。 柴神の姿の像の中とブッダの姿をしたジャジャグの寺院に葬られた。ジャジャグの寺院は、マラン市の南東にあるチャンディジャゴである。アヌーシャナータ王の廟であるチャンディキダルと共に、シンガサリ時代を代表する寺院建築で王の姿を写したのは本尊である八肘の腹肘作、腹肘者、苦観音の立像である。この本尊の脇地には何体かの仏像があったと思われる。 これらの仏像の様式は、北インドの影響を強く受けたものであり、名文も、ナーガリー系文字であることから十三世紀初頭に、ゴールアサなどのイスラム勢力のベンガル侵入などで、インドネシアに避難し、仏教僧たちの影響があったものと考えられる。この仏像の様式は、時代の来るたナガラ王の知性にも受け継がれた。ビシュヌアルダナ王が生涯を、まうして亡くなると、 1268年から、クルタナガラが単独で、申請を行うことになる。即位した時にシュリー・マハラ・ジャディラジャ・シュリー・クルタナガラの、賞を得た。クルタナガラ王が1269年に発布した、サルワ・ダルマ国文を読むと、当時の統治制度を伺い知ることができる。まず、王を補佐する、上級大臣とも言うべき、マハー・マントリとして、ラクラン・イマントリ・ヒの、ラクラン・イシリカン。 ラクランイハルが置かれた。マハーマントリたちの任務は、実務を行うラクランマパティ、ラク楽ンドムーン、ラクランカネルハンといった実務を行う大臣たちに王の命令を通達することであった。これらの大臣たちの下には、タンダラクラン、リンパキラキラン有官僚集団が置かれた。また、サンパムグッド、サムグッドという官職が置かれた。宗教的な事柄については、 ダルマデーやクサリンという仏教指導者が王を助け、サンカダラという尊称を持つマハーブラーマナ、ダイブラフマンが王に従っていた。このようなクルタナガラの統治機構は、クディリ王国の制度を踏襲しているが、ラクランカヌルハンに代わって、ラクランマパティが上位に置かれたことに特徴がある。1275年、クルタナガラは、パマラユ、 ムラユの出来事と称して、スマトラのムラユ王国に対する遠征を行った。これは、マラッカ海峡の海上攻撃をジャワにとって有利にするための軍事道であり、クディリ王国がシュリービジャヤを攻撃したような、ジャワの王朝にとっての伝統的な対外政策の一つであった。この結果、クルタナガラは、ムラユの属国化に成功したことを、スマトラ中部のバタンハリ川上流パタン路上で、 発見された仏像台座の名文に見ることができる。1286年に来るた長良王の命令で、福腔検作、観音像が村湯に送られると、村湯王マウリワルマデーはをはじめとして、村湯の森民が歓喜したという記事が刻まれている。バタンハリ川は、下流にある港ジャンビと、南カバウコーチを結ぶ重要な交易路であって、マラッカ海峡の海上交易の安定化に欠かせない。 拠点であった。なお、この時の仏像は今も現存している。また1284年にも、クルタナガラはバリに遠征軍を送って、バリの女王を捕虜として連れ帰っている。クルタナガラの勢力は、デイシャワルナナによると、スンダ、ジャワ西部、パハン、マレー半島の一部、バクラプラ、ボルネオ島南部の単純ブラの別名、マドラ島、ムラユ、グルン、 ゴロン島を含むパンダ海周辺の群島の総称に及んだという。また、クルタナガラは、チャンパの王ジャヤシンガワルマン三世と友好関係を結んだ。おそらくジャヤシンガワルマン三世の王妃がクルタナガラの姉妹の一人であったことによると思われる。さて、クルタナガラの知性に、1280年以来、元のクビライの使者が作法を受けて調校するよう、 数度にわたって、訪れるようになる。クルタナガラは、元の創始権を認めるのを、潔しとせず、1289年に聖死として、来朝した王妃の顔に入れ墨をして送り返した。そのためクビライは激怒し、同年12月に、討伐軍として2万の兵を500艘の船に乗せ、先州から出発させた。ところが、その間、新ガサリ国内では、劇的な政変が起こっていた。 ラージャサ王以来、旧、クディリ領には、代々領主が任命されていたが、1292年、三代目の領主、ジャヤカトワンが反乱を起こしのである。ジャヤカトワンは、クディリ王家の末裔と考えられ、彼自身もそれを意識して、先祖の仇を討ちたいと考えていた節がある。ジャヤカトワンは、クルタナ柄の精鋭は、パマラユの遠征のために出かけていて本国が、 それは当然であることを知っていた。そのため、自軍を北方の震度を取る、陽動部隊と南方の震度を取る本体の二手に分け、北方部隊には通過する道路や町々を破壊させたり、焼き払ったり、略奪したりを繰り返させた。そのため、クルタナガラとシンガサリの交換たちは、区切り軍が北方からのみ攻めてくることと思い込んで、女性のラゲンビジャイアに、 北方クディリ軍を迎撃させた。そして自らは、交換や僧侶たちとタントラ式の宗教儀礼にふけって、飲食し酔っ払っている状態であった。そのため、クディリ軍本体は、一挙に、首都、シンガサリをついて、王や高官たちを容易に皆殺しにして、シンガサリ王国は滅亡した。クルタながらは、パララトンや、ナガラクルターガマによると、 シバブッダロカとして死んだと記され、東部ジャワのパンダーン近くにあるチャンディジャウイでシガ神やブッダして崇拝されている。またチャンディシンガサリではバイラワ神として祀られている。ところで、孤立したラゲンビジャヤはクディリに一旦降伏した。そこへ間もなく元の討伐軍がやってきたので、これを契機に元軍に倒すべきはジャヤカトワンであると説得してクディ軍を攻撃させた。 元軍は激戦の末、クリリ軍を破った。戦闘によって疲労した元軍を、今度は、ラデンビジャヤ軍が攻撃を開始した。目的を達成した安心感で本国へ帰りたいという意識しか持てない元軍は、ろくに抵抗もせず船に乗り込んで帰国していった。1294年、ラデンビジャヤが即位して、クルタラジャサジャヤワルダナの損傷を持った。これが、マジャパヒト王国の始まりである。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。